ちゃめちゃね今回すごい経血量が多くて、私なんかほらもうあれやん、年老後度にさ経血量がさちょっと少なくなってきてるんやんか。いや今周期めっちゃ多いんやん。もうダバ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 。ちょっとあれ話していい、汚い話ごめんね。お風呂入るやん、お風呂入ってさ出ようとしたらさちょっと垂れてくるんやん。あーと思って、あやばいやばいと思ってもう一回洗うやん。で洗ってよしと思って、でまた出ようとしたらまた垂れるんやん。えっと思って、あいかんいかんと思ってまた洗いに行って、でも一生出れんやんお風呂からっていう。今回はどうでしょうね。豆豆豆腐豆胸肉豆豆豆腐梅干しわかめみたいな、豆苗ブロッコリー豆豆腐みたいな生活したんで、卵卵卵豆腐豆みたいな、バリバリムカつく話したやんな。あマウントマウント、クソ女、クソ女かどうかもちょっと分からんねんけどな、女の人なんかな。なんか結構古い動画につくんよな、ほんでまたそういうマウント取りマウント取り気取りマウントマウント気取りマウンテンゴリラみたいなのがもうちょっとほんま多いよなって感じ。ああいう人たちってさなんなんやろうな。だって私現状に満足してますとかってさ書いてるくせにさ、満足してないけんそういうコメントしてくるんじゃないのと思うけど、虐げられたんちゃう、シュート目とかに、知らんけどよ。まあ、下に見とんやろな、見下す自分より下がおる、自分より不幸な人間がおるっていうだけで私生きていける、私のライフライン保てる、うん、自分より下の人間がおったらうーんっていう感じなんかな。浅はかやな、きしょいよな。まあ、ブロックされとるけんさ、まあ、私はブロックしてないけんいつでもまあ見に来てくれていいんやで。うん、満たされてないんでしょ生活がな。旦那に浮気されて姑にいびられ、自由に使えるお金もなく、子供は反抗期イヤイヤ期か悩んどんでしょ生活なあ。わかっとるよ、はけ口があれやもんな、こなし主婦で、あなんか私より不幸かもしれへんみたいな人間にな、マウント取って自分の自我を保つ、生活の水準を上げる。また明日姑にいびられながら旦那には、えそのご飯おいしい、おえおいしい、おみたいな生活でさ満たされんでさ、わかっとるけなあ、ほんまに。で私にさそういうコメント書いてすっきりしてさ、また明日頑張ったらええやん、ほんなら。排卵してませんでした。まあ無排卵月経ってやつですわ。で前右やったんやけど、右に1個でちっちゃかって、結局そいつが残っとって18ミリとかやったのかな。ほんなんさ、なんか知らんけど左にもあるって言われて、左にも18ミリぐらいの卵があって、なんでなんでなんて先生も、え、なんで左にもあるってかって言ったけど、なんでな、なんであるん、わからん。まあ結局もう一回2週間これ飲んで4、5日でもまた生理が来るから、もう6月やん、6月ですやん、もう何もできんまままた6月へ入りますさ。こんなに頑張って豆豆腐豆豆腐豆腐豆卵卵ブロッコリー胸肉ささみ梅干し鶏肉豆みたいな生活しても、排卵してなかったら、
もさ、なんか無排卵ってことはさ、やっぱなんかそれなりに私のあれが衰えたんやろうな、卵巣機能的なやつが。もう終わりを迎えようとしょんかもしれんな、卵巣が。もう無理ですって言うて。なんか最近量が多いなとかって思うもなんかあれなんやてな、その無排卵の原因の一つ。まあいっぱいあるんやろうけどさ、原因なんて。まあでもちょっとなんかおかしいなって思うこともあったけんさ、生理が2日で終わるとかさ、3日で終わるとかさ、めっちゃ血が少ないとかっていう月もあったりさ、今まで若い時ってそういうことなかったけんさ、そんな感じっすさ。でさ、なんかこういう動画上げてさ、またなんかあのマウント取られんねんだよ私。あいつらさ暇やけんさ、私と一緒で。私暇やけどさ、他の人のなんかこう YouTube でさ、そういうコメント絶対書かんけどな私。そこまで暇ちゃうんよ。ストレスの発散方法がわからんの。一人カラオケ行ったらねえ、一人カラオケ行ったらええやん。そういう行動力もないんだろうだけど、そういうこと書くやつってストレスの吐け口がな、マウントを取るということしかないからな、ああいうやつらって。姑にいびられるけん、いびられるんか旦那が構ってくれんのか知らんけどさ、スーパー行っても高いしさ、ガソリンも高いしさ、土日どっか行こうよ、ねえ土日どっか行こうよ、公園、子供公園連れて行こうよ、言うたもん。旦那がちょ、もう俺もう土日寝させてくれや、みたいな。もうな、あんたと結婚しても何も面白ないわ毎日が、言う。そういう奴らに私はコケにされてよ。まあそんな感じですさ。また2週間か、長いよな、2週間って長いよな。2週間あったら何でもできるもんな。シュークリーム食べよう。大丈夫大丈夫。うまっ。